私の名前はパニコ、27歳の普通の会社員です。私は一般的な普通の家庭で育ち、ごくごく平凡な人生を歩んできました。一人っ子なので両親には可愛がられて育ったと思います。しかし私にはかなり厄介ないとこがいたのです。いとこの名前はレイコ。私の母の姉にあたるレイコの母は自分で事業を起こしたキャリアウーマンで、レイコ一家はうちと比べるとかなりのお金持ちでした。おばわり様式のある人ですし、母とも仲がいいので人を見下すような言動は決して見られませんでした。でもレイコは違ったのです。私とレイコは同い年、家も近所だったので、くしくも小学校から高校までずっと同じ学校に通うことになりました。レイコの私を見下すような態度は中学生の頃から悪化し始めました。そして高校生になる頃にはあからさまに嫌な態度を取るようになってきたのです。あー、貧乏人が来たわ。え、レイコ？話しかけないでよ、貧乏菌がうつる。別に話しかけたかったわけじゃないけど、なんでわざわざそんな嫌な言い方してくるの？それにうちはそこまで貧乏ってわけじゃないし。いやいや、貧乏丸出しだって。私、レイコに何かした？何もしなくてもうざいのはうざいから。貧乏ってかわいそうだよね。貧乏がにじみ出てるよ。そんな言い方しなくてもいいでしょ。昔は仲良かったじゃない。そんな昔のことなんて覚えてないわよ。あんたと血がつながってるってだけで人生の汚点。え、そこまで言う？分かったら私には関わらないでよ。あんたと話してたら私まで貧乏人だと思われちゃう。実際にはレイコのお金持ちアピールにみんな好かれていたこともあり、周りの友達もレイコとは距離を置いているようなところもあったので、レイコは私に頻繁にちょっかいをかけてくるようなことがありました。正直毎回嫌な気持ちになるし、どうしてわざわざそんなことを言ってくるのか私には理解できないので迷惑でした。やっと大学に入ってレイコと距離を置けるイシシッと思った時のことです。顔を合わせることがなくなったと一安心していたら、今度は LINE 攻撃が始まったのです。何してんの？大学の課題やってるけど。地味、地味なあんたはやってることも地味。地味と言われてもやらないといけないことだし。はいはい、回答も地味。なんのよ、パニコはお金もないから国公立大じゃん。留年しないよう必死で勉強しなきゃいけないのよね。私はお金持ちだから私立大で優雅な暮らしなのよね。羨ましいでしょ。別に第一志望の大学だし、今の自分に満足してるよ。それにレイコが羨ましいとかないし。はいはい、強がりちゃん、お疲れ様です。私は金持ち大学に入ったおかげで付き合う人間の質もガラッと変わったよ。あんたみたいな貧乏人にはなかなか出会えない。本当に何が言いたいの？私もそんなに暇じゃないんだけど、要件がないならもういいかな。パニコはブスだし貧乏、もうそれって人生終了じゃん。はい、人生終了。私みたいに華やかな人生なんて無理だよね。私はもうレイコを無視することに決めました。大学生になってようやく気づいたのですが、レイコは私の反応が楽しくてやっているだけだったようです。そんな子供っぽい人の相手をしている暇はありません。それから私はレイコに会わないように、親戚の集まりも理由をつけていかないようにしました。大学院を卒業するまで私はずっとレイコからの連絡を無視し続けていたのですが、社会人になってから衝撃的なことが起きたのです。パニコ、今日はびっくりしたね。そうだね、私も驚いたよ。まさかパニコが同じ職場にいるなんて。パニコみたいな貧乏人でも働けるんだね。貧乏とか関係ないから。っていうか、レイコは相変わらずだね。貧乏人と同じ職場なんてちょっとショック。部署は違うから安心して、私は専門職だから。偉そうに。まあこれからよろしくね。上から目線？あんたは一生私の下なんだから、そんな言い方やめてくれる？上
とかしたとかないでしょ。なんでそんな言い方するのよ。久々に再会して同じ職場だって分かったんだから丁寧に挨拶しただけでしょ。あんた自分の立場忘れたの？あんたはブスで貧乏な人生終了組でしょ。私の仕事の邪魔しないでよ。しないよ、関係ないし。私はあんたと違ってね、本当はこんな会社で働かなくていいのよ。大学を中退して今まで無職だったって聞いたよ。なんで27歳の今急に働き始めたの？婚活のためよ。は？あんたと違っていい男を捕まえなきゃいけないの。金持ちで見た目もいい男をね。だからそこそこ大手のこの会社にママのコネで入社したのよ。そうなんだ。でもこの会社結構ハードだし、一応真面目に仕事した方がいいんじゃない？あんたとは違うから。あんたもかわいそうだよね。留守で貧乏、一生仕事しか能がない女、生まれる親を間違えたんじゃないの？は？うちのママが私の親で本当によかったわ。貧乏じゃなくて本当によかった。私は自分のことだけでなく親のことまで侮辱されたことで怒りが収まりませんでした。私は今までの人生で何不自由なく過ごさせてもらっていて、貧乏だとも思っていません。もし貧乏だとしても、いとこの玲子にここまで見下される覚えはありません。会社でもできるだけ関わらないようにしようと思っていたのですが、ある日思いかけず仕返しをすることができたのです。それは昼の休憩時間のことでした。私が外に出ると、そこでたまたま玲子に遭遇。玲子はニヤニヤしながら話しかけてきたのです。あ、貧乏ジミコちゃんじゃん。こんなとこで何してるの？久しぶりに会った玲子は相変わらず幼稚な嫌味を言ってくるのでした。私も同じ職場で働いてるんだけど忘れたの？あれ、そうだったっけ。貧乏人でも働けるんだね。やめてよ、ここは会社だよ。それはそうと、あんたなんで最近 LINE 返さないのよ。私のことなんだと思ってるの？関わりたくない親戚。はあ？あんたはまだ自分の立場っていうのを理解してないみたいね。私に従わないなんていいと思ってるの？いい加減にしなよ、玲子。周りの人も見てるし。ここでバラしちゃおうか？あんたが貧乏ジミコだってこと。やめなよ。自分を貶めるだけだし、それに仕事中の人も多いんだからさ。うるさい、この貧乏に。やめないか。私が我慢の限界で切れそうになった時、私と玲子の間に割って入った人がいました。それは玲子の部署の部長である川崎くんでした。川崎くんは27歳の若さでスピード出世した独身の若手イケメン部長なので、玲子はすぐにキャラを豹変させました。部長、どうしたんですか？これからランチですか？もしよかったらご一緒しませんか？後ろで少し会話聞いてたけど、あまりにひどすぎます。ここが職場だって分かってそんな話してるんですか？やだな部長、怖いですよ。そういう話し方もやめてもらえますか？パニコさんに嫌がらせしたり嫌味を言ったりする暇があるのであれば、もう少し真面目に仕事してください。してますよ。でもパニコが。言い訳はやめてください。今までのことも全部聞いています。僕はあなたの上司としても、あなたの勤務態度に納得がいっていません。改めてください。ランチしながらゆっくり話しませんか？なんならディナーでもいいですよ。それにパニコの婚約者としても、その態度には疑問があります。もうパニコに絡むのはやめてください。え？は？パニコの婚約者？そうだよ。はあ？またまた変な冗談言わないでよ。冗談じゃないよ。川崎くんとは大学で同じゼミだったの。私は留学して大学院に進んだけど、彼は大学卒業後この会社に就職したのよ。ああ、わかった。部長はいとこのパニコを使って私に近づこうとしたんですか？化粧もちゃんとしてないダメ女のパニコなんか相手にするわけないですよね。
パニコ、ここは僕に言わせてくれ。レイコに言い返そうとした私を川崎くんが制し、言葉を続けました。パニコはあなたよりはるかに素敵な女性です。少なくとも化粧か香水だか知りませんが、オフィス内にきつい匂いをまき散らすあなたなんかよりね。え？ちょっとこれ以上パニコに嫌な思いさせるようであれば、上司として婚約者として僕も考えさせてもらいますから。そんな社会人になってからも地味とか貧乏とかそんな子供っぽいこと言ってないで、会社に勤めてる間くらいは真面目に仕事してください。わかりましたか？はーい。その後レイコは反省をするどころか LINE でいろいろと言ってきましたが、私は完全に無視。会社のロビーでのやり取りは社内にも広まり、レイコは同じ部署の人たちからも冷ややかな目で見られるようになったそう。そんな状況が答えたのか、数日後には私に直接謝ってきました。さすがに職場に居づらくなったレイコはすぐに会社を辞めるかと思いきや、実際にはおばから仕事をせずに遊び歩いているのを咎められて無理やり働きに出させられたらしく、辞めることもできない状態なのだそうです。今は何とかして仕事を覚えようとしているそうですが、レイコの本性がバレてからは社内の男性社員は誰もレイコを相手にしてくれない様子です。そう、私はというと、その後すぐに川崎くんと結婚。夫は私の仕事にも理解があるので、今では幸せに兼業主婦として暮らしています。ありがたいことに、私は留学先での研究成果を生かすことができ、入社後1年にもかかわらず研究室の室長に抜擢されました。いしし。夫曰く、レイコは少しおとなしくなったそうなので、またいつかいとことして仲良くしたいとも思いますが、とりあえず当分は関わりたくないですね。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。